28日、都内某所でブレイキングダウン12.5が開催。第4試合では、実家暮らしのサイコパス、サイコ・松本バーサス・アンポルキアのいとこ、アンポソラが行われた。サイコ・松本は、BD12、オーディションで、広ロ川とやりたいと笑顔で発言し、アンポルキアチャンネルの鉄拳男、テルにボコボコにされたが、誰彼構わず突っかかっていった松本はラッパーの、 豊川のトラブルメーカー、サッキーとスパーリングへ。明らかにキックボクシングの経験がある試合運びのサッキーに喧嘩ファイトで向かっていった松本は敗北するも、笑顔のサイコパス感が未来や家電らに気に入られ本戦出場。秒速100万円男、足ポキに木に膝でボコボコにされ判定負けとなっていた。対するは、アンポルキアのいとこ、アンポソラ。 BD12 で大阪原価自慢の力と大乱闘を繰り広げ、クレイジージェントルマン、メカ君と延長戦でバチバチ殴り合って敗北したソラが、負けたけど盛り上げた同士、ということで試合決定。対戦カード決定会見では、なぜか年齢を聞かれてブチ切れた松本が、コネになんか負けません。と殴りかかり乱闘を起こす。 さらに前日会見で顔を合わすといきなりタックルでテイクダウンを奪った松本に空が前に出て殴り合えと要求するが、松本は逃げ回ってペチペチします。ペチペチで余裕だバーカ、と挑発を続け空が殴りかかっていた。逃げ回ることを宣言していた松本だが、ボングと共に飛び蹴りを放ちそのままインファイトで前へ前へと突っ込む。安保は冷静に裁きつつ的確な反撃を繰り出していくが、 松本は止まることなく大振りのパンチをブンブン振り回す。有効打はアンポの方が多いはずが、松本の常人離れした気迫に押されたか攻めつかれて止まることもあり、松本のオーバーハンドが顔面ヒット。流血しながら、実家暮らしのサイコパス、サイコ松本と殴り合う、アンポルキアのいとこ、アンポソラ。ここで 1R 終了し、延長戦へ。 インターバルでは試合を優位に進めていたはずのアンポが鼻から大流血して肩で息をする中、松本は放送席のゲスト解説者からのいじりに全力でツッコミを返し続ける余裕を見せる対照的な構図に。2R はアンポがガンガン前に出て畳みかけていく。松本はクリーンヒットをもらって苦悶の表情を浮かべても倒れずヘラヘラ笑いに戻るサイコぶりでアンポを精神的に圧倒。 アンポは鼻からの出血もひどかったこともあってか攻めきれず。試合は3対0で松本の勝利に終わった。マニーパッキャオとの対戦が発表された雷神会見から直行してきたアンポルキアのアドバイスも予想外のクレイジーサイコパスには通用しなかったようだ。